現在府中市美術館で開催されております古今の高野光政コレクションが語るただいま優しき明治展についてご案内申し上げます。高野光政氏は実業家で40年にわたって作品を集めてこられました。その集め方が大変独特で海外でだけ集めてこられました。そして明治期に日本を描いたものこれに限って作品を集めてこられた現在700点に及ぶコレクションとなっております。高野コレクションの中でこれまで全く誰も知らなかった作家、それは笠木次郎吉という人です。提灯屋の店先というタイトルですが、家族で提灯を作りそれを日に干しております。おかみさんは踏み台の上に乗りますが、幼い子が次の提灯これを釣ってねというような優しい心がここに描き込まれているわけです。圧倒的な描写力の中に人の息遣いや温かみというものが描かれております。高野コレクションが私たちに教えてくれることの一つに日本美術がイギリスと強い関係にあったことが挙げられます。その筆頭がこのチャールズ・ワーグマンです。彼は挿絵新聞の記者でした。明治を見つめそれをすぐさまロンドンに書き送ったわけです。チャールズ・ワーグマンだけでなくその後も英国人画家がたくさん来日してきます。その中でアルフレッド・イーストは日本の潤いのある気候を美しい絵に仕上げていきます。ジョン・バーレイ・ジュニアは日本の何気ない景色を明るく描きました。アルフレッド・パーソンズは日本の花々を追い求めあちこちを旅をして描きました。イギリス人以外も来日しています。その一人ハンフリー・ムーアはアメリカ人ですが独特の視点で何気ない生活を切り出してくれています。食事中の様子ですとか縫い物をする様子ですとかおそらく日本人は描かない生活のワンシーンではないでしょうか。チャールズ・ワーグマンの来日に始まる日本洋画でしたが一時期停滞を迎えました。日本の美術は素晴らしい、だから西洋絵画を学ぶ必要はないという考えでした。けれどもこちらの小山正太郎に始まる洋画家たちはこれに屈することはありませんでした。武蔵野をはじめ日本の田園を鉛筆を持って西洋の紙に描きまくっていきました。その中で写実力を高めたのです。この自然を描くという態度は落ち穂拾いなどで有名なあのミレーのバルビゾン派という一派の影響を示しているものです。さまざまな国から外国人が日本にやってきて日本の記念にと作品を買っていきました。これらの作品が海外に持ち帰られ今日まで愛蔵される中で日本のイメージは高いものとなり人気を博していきました。このコーナーではアメリカに渡った日本人画家を紹介しています。高橋克蔵はアメリカで学び日本でその作品を紹介すると大変な人気となりました。こうしたことを知ってこのあと6人の若者たちがアメリカを目指しました。西海岸に着きましたがすぐさま東海岸ボストンまでたどり着きそこで作品を展示し販売しました。このお金を元手に念願のパリそしてロンドンを見学することができたようです。それではアメリカに渡った6人の画家を1人ずつ紹介していきます。丸山晩夏は信州の澄んだ空気を清らかな水彩画にまとめ上げていきました。河合晋三は平明な構図明るい色彩で水彩画を描いています。吉田博史は風景の中に潜むリズムを見つけ心の波紋として広げていき水彩画をドラマにしてしまう
まさに天才画家と言えるでしょう。中川八郎は輪郭線を使わず、まるで涙で絵の具を溶き伸ばしたかのような感動を私たちに与えてくれます。水谷邦四郎は印象派をよく理解し、光と影に注目し、日本の風景を歌い上げます。金子木武四郎は岩、森、水など全てに重みを与え、水彩画ながら重厚な風景を詩情豊かに構築しています。私たちにとって最も身近な絵画といえば水彩画じゃないでしょうか。大下藤次郎は水彩画を描くだけではなく、入門書を刊行し、全国で講習会を開きました。こうした努力によって水彩画が全国に広まっていったのでした。この展覧会で気づかされたことがあります。水彩画は日本の風土を描くのに最も適した技法ではないかということです。もう一つあります。水彩画を描こうとしたときに、画家たちが何気ない日常の中を優しい眼差しで描き出そうとしていることです。画家たちが向けたこうした優しい眼差し、それを絵を見る私たちも受け取ることができるのではないでしょうか。こうしたことを、海を渡った作品を一つ一つ日本に里帰りさせた高野光政コレクションは語りかけてくれます。